北京パー諸島です。今夜ご覧いただきますのはちょっと一風変わったシリアスな映画でございます。映画の中の設定は2020年と言いますから、今から40年後という設定なんですね。この40年後に、つまり今から40年後に、この中国の研究所からウイルスが漏れてしまって、世界中に拡散してしまって、世界中がパニックに陥るという、そういう映画なんですね。さあ、これはアメリカのハリウッドが生んだ傑作でございます。ザ・パンデミック、主演はこの間炎のバイカーで主演を張ったばかりでございますね、アッサ・エルモ・ミーゴ。ここ2、3年気を吐いておりますね。ヒロイン役がですね、ミチコとの遭遇とかガルシア・モクビでおなじみのクイーン・ネシスでございます。今をときめくこのお二人がスクリーンの中で大暴れをいたします。さあ、この映画で皆さんにぜひ見ていただきたいのが日本の描かれ方です。例えばフランスとかアメリカ、イギリス、西側の先進国、街をロックダウンするという外出禁止令ですね。これをして科学的にそのウイルスの蔓延を防ごうとするわけですが、なぜか日本だけは子供用の布マスクのようなものを配ると、それでウイルスをしのごうなんていうのね、それを政府が決めてしまうんですよ。他にも世界中で、変異型のウイルスっていうものがね、どんどん流行していく中で、日本では東京で再びオリンピックをやろうということになってます。映画の中ですけどね、世界中から大勢の観光客を呼ぼうというふうなことを思いついたり、その一方で飲食店、居酒屋、バーなんてところはもう時短営業、それを自粛と称して自粛を要請する。おかしいですね、要請されるのに自粛、自らではなくて他人に言われて自粛をする、それ自粛でしょうか、というような問題提起も映画の中では行われているわけですね。さすが知日派の脚本、ずっとお昼寝。もうこの遊び心がちらほらと映画の中で散りばめられておりますね。さて、日本の未来はどうなってしまうんでしょうか。まあ、実際の日本の政府がこんな愚かしいことをするとはとても考えられないような内容なんですがね。まあ、映画ですからそのあたりはコメディの要素もあるんだというふうに納得していただいて、一粒で二度おいしいという雰囲気で楽しんでいただければ良いのではないでしょうか。それでは番組の最後にまたお会いしましょう。